こう、そう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 。前回は師範代の先生たちによって弓道の極意を伝授してもらった2人。こんな当たったんですか。そして今回ついにミッション本番。果たして2人はクリアできるのか。それでは練習も終わりましたので、はい、早速本番の方に行きましょう。それでは今回のミッション内容をおさらい。その内容は矢を5本射って1本的に当てろ。1人チャンスは5本ありますので、5本、そのうち1本でも当てればその方の優勝でございます。勝ちでございますので、だ2人とも当てれば両方とも罰ゲームなし。あ、二人とも当てればもうないです。もう一度飲んでください。出ないよ。いやすぐ飲む。いや、ええ、ほな、じゃあ俺飲むよ。あ、マジっすか。その前もパンパンで。そしたら僕本気出すよ。じゃあ、はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあジャンミンとユンホ、はい、どちらが先行でもいいですし後攻でもいいですけれども、はい、どうやって決めましょうか。はい、じゃんけん決めましょう。じゃんけんぽんで決める。はい、はい、よし、最初じゃんけんぽん。どっち。僕が先行します。先行。はい、じゃあ先行ジャンミンで行きましょうか。おえということで、先攻チャンミン、後攻ユンホ。まず先攻はチャンミンから。さあ、それではチャンミンの1本目です。お願いします。チャンミン緊張の1本目、果たして結果かわ。おお。おお。残念ながら1本目は矢先が上を向いてしまい壁に激突。刺さることなく失敗。どうですかチャンミン、打ってみて。やっぱ5番より3番の方が寒くないです。じゃあユンホはいいところで練習しとったよ。はいはい。続いて後攻ユンホの挑戦。ユンホの1本目でございます。動作はかなり様になっているようだが、果たして。惜しかったですよね先生ね。ちょっと左にずれましたもんね。あの棚は良かったんですが、ね、高さとかは良かったですよね。高さは良かったですね。ユンホの矢は大きくそれて隣の的の横に刺さる残念な結果に。ということで1本目ともに刺さらず、ミッションの難しさを痛感。しかしこの後、2人が快進撃を見せる。まずはチャンミン2本目。頑張れ、頑張って、もうすぐ休みやめて。よし。先ほど矢が大きくそれてしまったチャンミンだが、今回は確実に的の近くに。続いてユンホ。さっきの狙いよりも右へ狙いですね。よし。あああ、惜しい。もうちょっと上ですか。なんと2本目は高さがわずかに下という惜しい結果に。ミッションクリアまであと一歩。さらにチャンミンの3本目。
近づいてきてるよ。チャンミンもわずかに横に刺さり、クリアまでもう一押し。回を重ねるごとに調子を上げる2人、そして迎えたユンホの3本目。果たしてユンホは次でクリアしてしまうのか。ユンホ3本目の挑戦。さあユンホ3本目、ついにクリアか。風邪じゃないですか。これは言っていきなりなんか、うん、でポンってなりますよね。なんとユンホの3本目は矢が突如急降下し、惜しくも当たらず。2人に残されたチャンスはあと2本。ミッションクリアなるのか。次回、これも最後ですよ。ついに救老ミッションが最終局面。しかし、だったら最初からこのミッションだ。なんで例の人。怒るチャンミン、一体何があったのか。